バイオハザードビレッジ。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードビレッジ、やっていきたいと思います。プレイステーション5版でやっていきます。まあね、ヨドバシカメラにバイオハザード買いに行こうって思って行ったら、まあなぜか普通にプレイステーション5も売ってたので、まあ、これはプレステ5購入するしかないっしょということで、プレステ5も購入して、バイオハザードビレッジもプレイステーション5版で、やっていきます。まあ言ってもね、うちはテレビ別に 4K とか対応してるわけでもないし、あと今この収録しているね画面のキャプチャーボードも、まあ、別にそんなすごい高解像度のものに対応してるわけじゃないんで、まあ、多分動画自体は別にプレイステーション4版と変わんないと思います。まあやってる感じもね、プレステ4と多分変わんないと思うんですけど、まあ、テレビちょっと買おうかなとも思いつつ、まあとりあえずバイオハザードやっていきましょう。ゲームスタートで、ちょっとオプションだけいじりましょう。で、オプションのカメラで上下反転、基本的に上下は反転したいんで、上下反転できるものは上下反転していきます。で、あとカメラの速度に関してはまあやっていきながら調節をしていきます。まあ、とりあえずこんな感じでいきましょう。そう、あと決定がね×ボタンになってるんで、これ なんでなの、ちょっとよくわかんないんだけど、まあこれで大丈夫です。とじゃあニューゲーム、まあいいでしょう、スタンダードで最初は。昔々、幼い少女がお母さんとベリーを摘みに出かけました。しかし森は冷たく静かで、ベリーは見当たりません。少女はベリーを探すため母の手を離れ森の中へ入ってしまいます。必死に呼び止める母親の声も届かず、少女は奥深くへと進んでいきました。しばらくして喉が渇いた少女は目の前に輝く満月に気づきました。すると月はコウモリの怪物に変わり、羽を噛みちぎり言いました。お嬢さん、この血をお飲みなさい。少女はコウモリの血をすすり微笑みました。その後墓地へ出ると風が激しく吹き荒れ、辺りの空気は凍りつき、少女は寒さに震えました。そこへ死神が現れ、たちまち美しいドレスを作り上げると少女に言いました。さあお嬢さん、これを着て温まるといい。少女はドレスを着て、そして微笑みました。さらに不気味な海を進むうちに、少女はお家が恋しくなり、同時にお腹が空いてたまらなくなりました。すると魚の王が現れ、ヒレをちぎって言いました。さあお嬢さん、これを食べ。そのヒレを食べ、少女はまたもや嬉しくなりました。やがて少女は機械仕掛けのお城にたどり着きます。そこへ美しい金の歯車をつけた鋼の馬がやってきました。またしても贈り物だと思った少女は金の歯車を奪い取ってしまいます。馬は激怒し、4匹の怪物が現れました。少女は怖くなって怯え、邪悪な風が吹き荒れると、そこへ支配者である魔女が現れたのです。欲深い娘だ、受けた恩も返さずに、魔女がそう言い放つと、少女は鏡に閉じ込められてしまいました。あら、寝ちゃったわ。その話不気味すぎないか。生まれて半年だぞ。本屋のおばさんが教えてくれたの。おとぎ話よ。ほら見て、ローズも気にしてない。分かってないだけだろう。まったく、この子が怖がらずに住むよう引っ越したんだぞ。私はとっくに吹っ切れてる。あなたは引きずってるようだけど。いや、もういい、悪かった。引きずってはないよ、慎重なだけさ。だったら慎重にこの子を寝かせてきて。
夕飯を作るわ。平気だローズ、ママは思い出したくないんだ。そりゃそうさ。え、これで動くの？何か言った？何も、寝かせてくる。いや、動けるのって言ったの。こっちがキッチンね。まあ今は家だから。あ、なんかある。これ何か、ウェットティッシュもの。ウェットティッシュというかお尻拭き。結構広い家だね。あ、ミーヤがね、結構すごい仕事してたからね。お金どうなんだろう、お給料。になるぞ。イーさんはそもそも仕事何してたんだろう、ベビーカー。散歩は暖かくなったらな。いろいろ調べられるね。閉める。2階。おお。よしよし、ママにも言ったんだ、あの本はまだ早いって。まあ、確かにね、子供に聞かせるような物語かとは思うけど。あれ、あー、やっぱアメリカってこういう感じなんだね。シャワーがあって、これ別に、なんていうの、お風呂場は別にあるわけじゃないよね、多分。もうここでシャワー浴びて、トイレがあって。で、これは？あー、常用薬かー。薬結構そのまま放置してんな。これ鏡、まあ、一応バイオハザード7のね、続きなんで、あのやる前になんかバイオハザード7のおさらいを見ますかみたいなのがあったんですけど、まあ、一応7はやったんで。パパとママの大好きな曲だ。何の曲？まあいいや。いや、広い広い、いい家に住んでるね。え、こんなとこにソファーあんの？え、廊下にソファー？ちょっと俺には理解できないな。アメリカ人はでもそういう感じなのかな。残しておいた人形、もう捨てないとな。ローズが歩き始める前に掃除しないと。え、結構散らかってるね。あ、まだなんか引っ越してきたばっかりだから、なんかさっきそんな感じに言ってたよね。寝かしつけはどこでやればいいんだろう。ダルベ有毒ガス事故調査終了。2017年に起きたルイジアナ州ダルベの有毒ガス原因、まあ、調査を終了しますと。世間じゃもう過ぎた話か。ここではなさそう。ちゃんと閉めよう。開けたら閉める。あれ、こっちにもソファーがある。至る所にソファーを置いてるな。開けたら閉めようって言って、肝心のトイレ閉めてない。もうすぐだからな。もっとも写真を見よう。おお、子供部屋っぽい。寝かしつけますか。よし、いい子だ。大丈夫、すぐ下にいるから。絵本の怪物はパパがやっつけてやる。置いてあるね。今こういうハイテクなのか。まあちょっとね、別に子供がいるわけじゃないんで、そういう事情は全く分かんないんだけど。パソコン。2021年、ミヤと喧嘩した。弾みでつい3年前の事件のことを口にしてしまった。
ヨーロッパでの暮らしにも慣れてきた。ローズの世話もできるようになった。あ、ヨーロッパに移住したんだ。俺の心の一部はまだベイカー邸にとらわれたまま。まあ、そりゃそうでしょ。あ、ちょっと2ページ目があったね。ミアが神経質になるのもわかる。すべて忘れて過去を封印することが正しいんだろうか。ローズとの未来を紡ぐためには、あの日俺たちが経験したことにもう一度向き合う必要がある。それがあの子への責任だと思う。ミアもわかっているはずだ。でなければ病気であんなに取り乱したりはしない。だいぶ爪痕を残したね、やっぱり。これはローズマリー、ウィンターズ。8月2日生まれ。62.3。6.57。あ、これは審査結果でね。生まれた時じゃないよね。生まれて体重6キロはちょっとさすがに、おデブちゃんすぎでしょっていう。で、感染症か。あ、なるほどね。調べたんだね。で、BSAA で調べたんだ。BSA そういうのもやってんだ。ローズは平気だ。まあ、心配は心配だよな。しゃがめない。コンポがある。ローズのお気に入り。ガンサバイバー。そんなすぐに吹っ切れるもんか。ああ、なんか重火器一応扱えるように学んではいたのかな。まあ、アルバムに写真ってなんか今貼るのかな。もう大体なんか写メとかになってるじゃないですか。ずっとこのままでいられたら。まあこんな感じです。さて、じゃあ下へ向かいますかね。ちょ、一応閉めとこう。あれ、あ、そうか、バツか。あ、ちょ、待って、中に入っちゃったよ。ちゃんと閉めないと怒られちゃうからね。まあ家ではね、俺結構開けっぱなしにしちゃいます。タンスとか。さて、飯だ。あの子はよく寝てるよ、赤ちゃんらしく。うん、いい匂い。これは、あ、まだダメ。ごっついだろ今の。シオルバデレギューム、地元の料理よ。すっかり地元民ってわけだな。え、今だって普通に当たったよねって。でもあなたがいじけたままでいるなら、これはお預けね。あなた本当に気にしすぎよ。だけどルイジアナでのことや君の妊娠、クリスに引っ越しさせられて、戦闘訓練までいろいろあったから。でも家族が一緒にいるわ。あなたと私とローズ、今はそれで十分。本気か、そんなすぐにルイジアナのことを忘れられるって。とっくの昔に終わったことよ。なのにあなたと来たらまだ。お、なんだ。ミア、伏せろ。いきなり襲撃だ。ミア、どうして。クリス、なんでお前が。悪いな、イーサン。やめろ。あれでまだ息があった。どうして。さっさと歩け。異常なし。ローズ、おい、娘に何する。確保しました、どうぞ。連れて行け。おい、ローズに触るな。イーサン、やめとけ。ローズ、運び出せ。
先生。ウィンターズさん、娘さんの診察結果についてお伝えしたいことがあるので、木曜の午後4時でいかがです？わかりました。伺います。先生からだ。来週来いって。なあ、ミア。悪く考えるなよ。もう話し合ったろ。そうね。ここのとこその話ばっかり。何度も言ってるわよね。心配なのはローズじゃないって。じゃあ何が心配なんだ。ミア、ローズならあの通り元気だろ。何が問題だ。私たちのことよ、イーサン。あなたは分かってない。分かってないの。ミア、何の話だ。何かあるなら話せよ。なあ、言ってくれ。くそ、こんな時に。クリスはどこにいる？ローズは？この階段は部外者を使えないようになっているはずだ。チクショ。一体何があったって言うんだ。いや、ここはどこだ？まあ、多分連れ去られた後に襲撃されて、まあ、こういう状況になってしまったということだと思うんだけど、調べる。目標の殺害及び遺体収容。ローズマリー・ウィンターズ、イーサン・ウィンターズ両名確保。両名は検査のためサイト C まで移送。最低2名の武装兵を添乗させること。武装兵だからさ、武器、武器、腰とかに、ね、なんか拳銃ついてないの？丸腰でしょ。アイテム開けない。まずこういう時はさ、やっぱり武器を確保したいよ。っていうかさ、なんで俺あのこれ多分懐中電灯みたいなの持ってるよね。懐中電灯はパクったのかな。懐中電灯パクって、ついでにもう一式回収しろよ、あの遺体から。まあ、マジでどこだった。だこっちへ進んでいけばいいのかな。まあ、弱ってるからか少し足取りは重い。雪だね。あ、でもこれなんかどっかへ続いてる感じ。これ誰かの足跡かな。誰かが進んでいった。いや、でもこんなところ一人で歩いて、まあ、とりあえずこれを頼りに行こう。なんかいきなりでもわっと出てくるのはなしだよ。くらくらくら。なんかどんどん暗い方に行ってんだけど。自分が、あ、鉄線が張ってある。ってことは俺今しゃがんでたの？なんか痛い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 。左手痛いよ。おいや、ちょっと気にしろよ。そのさ、うわ鉄線だみたいな。あ、しゃがんでたんだね。だから歩きが遅かったんだ。ちょっと待って、いけない。こっち、マジクラ。しかし進むしかない。え、なに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 これ。え、なんかつるつらす。何でも言葉が出てこない。かカラス、カラスの羽つるしてある。カラスの死骸。
気持ち悪い。でもイーサン一応戦闘訓練受けたって言ってたからね。てかめっちゃいっぱいいんだけど、何これ、何回余計。ああびっくりした、もうやだ生きてんやんまだ。でもこれなんかさ、音が立ってさ、何者かに発見されたんじゃない。てかこんなところに吊るして、なんだろうね、なんか、なんか痛い、今。でもイーサン過酷すぎだろう、人生。これはなんか細い道だけど、もう周りが見えない。あ、池かな、池っていうか魚も普通に死んでて、とにかく暗すぎる。どうなってる、あ、家があるけど、マジかよ。これなんだ、どっちから行くんだ。え、まあ、なんか覗けないね。は、どういうこと、これ裏側、家の裏側っぽいよね。あ、こっちから入れるじゃん。いや、なんだこれ、一応なんか閉めとく。すぐ閉めたがるから。あれ、どれだ、扉、これか、閉めらんねん。なんか薬品みたいなのが置いてあるね。普通の家ではなさそう。開けてみよう。げっ、縄みたいなのが入ってんだけど、閉めよう。これ何、じゃがいも、食べる気にはなれないよね。いや、ちょっとマジ怖い。水道は通ってんのか。ちゃんと閉める、ただしめっちゃ汚い。中行こう。まあ人の家って感じではないんだけど、うわ、何これ、え、何、ちょっと近づけない、あの物があって、なんか納屋でちょっと休憩できる場所っていうなんかイメージなんだけど、なんだ、これは、待って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 、隠れる、隠れらんないよねさすがにこれ。いや待って、なんだ、さらに奥がある。いやもうイーサンとか精神力が強靭だな、もうこんなとこ進めないよ普通に。ちょっと待って待って待って、え、地下、明かりがある。一応この明かりは機能してるね。持ってこう、明かりは多い方がいい。持っていけない。だってこんな地下室とかさ、普通ある？よっぽどなんかやましい理由がない限りは。なんか食った跡があって、このさ、音がするときにさ、自分が立てた音なのかさ、なんかそれとも他の誰かがいて音が鳴ったのかがわかんない。え、ほらこのパキみたいな、これ何マジで、なんか卵みたいな、最初なんか目ん玉かなって思ったけど、そんな感じじゃないね。なんかの、いや分かんない、ダクソでいうクソ団子的なそんなやつ。プレステ5買ったからデモンズソウルもやりたいよね。
まあ、ちょっとそれは機会があったらということで進んでいこう。いや慎重に行くよ。うわっ、いやもうこれびっくり要素はマジやだ。そして何をしたらいいのかが分からず進んでるからね。じゃあそう、音が何なの。あ違う、あネズミか。いやでも血がついてるよ。うんうんうん、これ後ろ向いたら、このさ後ろ向いたらいるとかいうのが、だってここで行き止まりじゃん。ってことは戻ろうとすると出てくるパターン。いやマジやだ。傘、とりあえず傘だな。あモップでもいいかもね。モップの方が強力そうだな。ねえデッキブラシ先っちょがさ硬そうだから。やっぱりね武器の確保が最優先だと思うんだよね。え、いやなんか下じゃがいもいっぱいあるね。あっなんだ、待って、ないは？やばい、上に何か来たか。こう地下だもんね。いやこんなん戻りたくねえ。特になんか収穫があったわけではなく、今しゃがんでんだよね。ビビりすぎて。戻るか。いや待って、なんだどっちだどっちだ。なんかあマジか、いけなくなってる下。うわえこの血あった。ないよね、新しい血だ。でも他になんか血が出るようなものもなかったと思うね。壁が突き破られている。若干明るくはなった外が。これ乗り越えていこう。いやなんか明るいだけでまた感じが違うね。やっぱ暗いのが怖い。人は暗闇を恐れ火という文明を起こした。ここは一体どこなんだ。城がある、カラスがいる。もともとどこへ連れて行こうとしてたかっていう、獣道降りていこう。走れる？あ一応走れんな。もうガードもできんな。あ馬死んでる。そろそろまずそう、卵めっちゃこぼれてんだけど。武器は持ってない、ナイフすらない。そりゃそうだよね。さてどこへ向かうか。とりあえずなんか村っぽいとこには来た。入ってみよう。荒れ果てている。誰もいないのか。なんかむしろいなくていいよね。いたらいたでちょっと嫌だもん。だって絶対襲われるし。変な枝、荒れ果てすぎだろ。アイテムはなしか。花瓶が倒れている。あ開けられる。単純な鍵がかかっている。キーピック。てかさあなんだ
その最初の購入パックみたいなので、ショットガンの弾とハンドガンの弾と、あと多分キーピックが入ってるっぽいんだよね。使えるものは使わせていただく。これは？あ、オレンジジュースと酒っぽいやつ。まあ、かといってそれを飲もうとするほどまだ喉は渇いてない。で、まあ、雪が降ってる地域ではあるのか。寒そう。今自分の服装がどうなってるのか分かんないからね。結構ちょっと回れるところが多そうだな。でもさ、最初めちゃ暗かったじゃん。かなり時間が経ったってことも。そして人の気配は全くしない。ドントエンター、入るな。いや無理だよ、そりゃ無理だよ。走ろう。ガードしながら、寒寒寒っていう感じ。家屋の中に入ったほうが、うわ、ここはめっちゃぶっ壊れてんな。開けられる。なんかある？なんもない。閉める。あ、なんか閉めるって、なんかバルブを閉めるみたいな感じだと思ったら、ちょっと待てよ。あ、なんかすげえ明るくなってね、さっきより。そんなことない、気のせいか。走ってこう。あ、通されてる。これはヤギの頭か。何があったんだ。何があったんだっていうかね、ここは何なんだっていう。加工場。あー、祭事場、共同墓地。共同墓地とか多分行ったよね、あのデモ版でやったとこ。あの時は武器持ってたからね。今完全丸腰だからな。ちょっとまず武器を確保したい。まあ、武器を確保するイコール敵が出てくるっていうことでもあるんだけど。これは住人行方不明につき封鎖。ああ、なんか確かにそんなこと言ってたよな。紋章がある。鍵がかかった。あ、鶏めっちゃ走ってる。あ、卵は鶏から取ったのかな。火がついてんね。火がついてるってことは誰かがいる。だってこの日さ、そう何日もだって持たないでしょ。何もその手入れしないと。さらに明かり、明かりにつられていくと、閉められた。閉められた。バイオハザード7と同じパターンだな。ナイフ。どうだ。ちょっと待って、こう刃こぼれするよね普通にこんなとこで振ってたら。しかしまあ貴重な攻撃手段とはいえ、ナイフは心もとないからな。ナイフで戦わされるとかある？どこに行った？オレンジジュース。ここの住人オレンジジュース好きだね。あ、なんかヤギの頭飾ってあるよ。これなんだ、いけるか。うわ、撃つな、撃つんじゃない。誰だ、誰がよこした。誰って、道で事故にあって。なんだ、どうした。今の銃弾よく当たんなかったな。しまった。奴らだ。奴ら、今のは何なんだ。銃は、え、持ってねえよ。銃は持ってるよな。持ってねえよ。いや、持ってない。
お前の銃くれ。あ、くれる。待て、早く。いきなり戦闘か。聞いてるか。おい、おお、銃くれ、銃。ショットガン。離してけ、せめて。何なんだ。やられた。真っ暗だ。おお、死体だと。あっちも死体か。いやー、やべえとこに来た。いや、死体だらけじゃん。なんで俺だけ生かされてんのかよくわかんないけど、調べられる。頭？頭調べてどうすんの？おい、嘘だろ。この村で何が起きてるんだ。なんか動いてる。うわ、噛まれた。あ、え、指なくなった。指なくなったり腕なくなったりさ、よく体の一部がなくなるよな。化け物。やめろ。やるしかない。見てねえんだけど、撃った。わかっ。ガード。違う、ガード今役立つの。弾は10発。あ、だってやっぱ顔狙うとちょっとな。胴体狙ってどれだけこう効くのか。しまった、避けられた。ちょっと蹴り殺せ。痛い、死にそうだ、もうすでに。ちょっと待って、もうマップ開いちゃったよ。あまりにもボタンぐちゃぐちゃやりすぎて。この腕でこのさ、やっぱ避けるのが鬱陶しい。まあこれで最悪ナイフ使えって話なんだよね。弾を16発使ったか、こいつ一人倒すのに。いや、やばすぎだろう。指なくなっちゃったしさ、ほら、もうすげえよく平然としてられるよな。もう構えらんないでしょ、これ左手添えらんないよね、こんな指で。こっち開けられる？というようなところで、バイオハザードビレッジ、一応敵はライカンっていうらしいですけどね。まあ、一人撃退したところで、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。